はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、フナッシーの名刺第5弾船五郎を救え編と第5弾対応ファイルです。はい、前回は兄弟喧嘩編でしたけど、今回は一気になんかファンタジーっぽい感じのパッケージになってて、ファイルの裏側を見るとはぐれメタルっぽいフナッシーもいますね。毎回なし縛りの割にいろんなキャラクターが出ますけど、今回はどんなのが入ってるんでしょうか。では第5弾4パックとメイシーファイルをレビューします。パッケージにこんなアイコンがついてて、これがついてると船五郎の触覚対応なんですね。ラインナップは全45種類で、ノーマルが23、レアが14、超レアが7、シークレットが1。まずは対応ファイルから開きましょう。はい、中身はいつも通りの、お、ドラゴンクエストっぽいのが入ってますよ。しっかりした名刺ポケットで、これまでのものと大きさも素材感も一緒。そして今回付属する特別な名刺は何かな？賢者フナリンティウス。おー、やっぱり RPG っぽいの来ましたね。そして情報シートは、船五郎を救え編。ゲーム画面っぽくなってて、裏返すと、カメムシ城大解明と、君も新鮮な梨チャート。まずは一つ目。せいのーよっと、お、ゼリーシー。そして、ABC。あー、こういうの好きだな。そしてレアはこちら。ピクッシー。白押しの感じがこれまでと若干違いますけど、おそらく普通のレアですね。2パック目。せいのーよっと。ミノムッシー。雑魚キャラかな？ 2 枚目。嬉しい。そして、あ、光ってる。超レア。3枚目。金太郎氏。もっとファンタジーで攻めてくるかと思ったら、おとぎ話的な感じ。4パック目、せいのーよ、フグッシー。2枚目、パンダッシー。かわいいな、パンダッシー。パンダのようで、パンダでない、れっきとしたなし。レアはこちら。お、ん？フナディウスじゃなくて、ナイトフナキウス。船五郎を助けるべく船毛が剣士になった姿。なるほどね。毛って書いてありますね。では今回最後4パック目。せいのーよっと。ウォーキングカメムシ。キングカメムシの手下。2枚目。助けを待つ船五郎。かわいい。最後はこちら。踊りん。サンバが得意な踊れるなし。サンバ競技会の最中に船五郎がさらわれたのを目撃したため、集中できず優勝を逃した。エピソードがすごくちゃんとしてますね。はい、今回出た名刺は、嬉しい、ふぐしい、みのむしい、えびしい、ゼリーしい、助けを待つ船五郎、ウォーキングカメムシ、パンダし、踊りん、ピクシー、ナイト・フナリウス、そして、金太郎氏。レアは3枚で、超レアが1枚。では、全部スキャンしましょう。賢いなしに、お任せあれ！本当は、笹より、桃が好きだし！さすが、キングコメムシー様、あれー！いいじゃん、早く来てラッピー！あー、かわいい。では最後。布一枚じゃ寒いだし。はい、ということでフナッシーの名刺第5弾と5弾対応ファイルを紹介しました。思ったより RPG っぽいキャラは少なめでしたけど、今回もいろんな新しいナシが誕生しましたし、レア名刺に関してはデザインが若干リニューアルされて少しかっこよくなりましたね。何気に名刺は結構集めてますから、あとは個人的に買ってきます。以上、フナッシーの名刺第5弾船五郎救え編と第5弾対応ファイルの紹介でした。